イタリアの潜水艦シレは、第二次世界大戦中に、イタリア海軍で使用された、潜水艦。1930年代に建造された、アルワ旧潜水艦の一隻イタリア領東アフリカの一部であったエチオピア北部のシレにちなんで名付けられた。シレは1938年1月6日にラスペツヤのオトゾウ戦所で浸水し、 1938年4月25日に収益した。海戦時、ラスペツヤに拠点を置く、第15部隊に配属された。1940年7月10日、地中海西部を紹介中、フランスの貨物船シェックを、サルデーニャ島北部のアスマーレライトから54ナノメートルの海域で撃沈した。1940年夏、シレワマヤーレと呼ばれる。 人間魚雷の搭載を可能にする改修工事を行った。司令塔のサイズを小さくし、デッキガンを撤去し、マイアーレを収容するために3つの水密シリンダーがデッキに取り付けられた。これらのシリンダーの重量は、それぞれ2.8トンで、最大潜水深度は90メートルまでだった。1940年9月24日、艦長ジュニオバレリオボルゲーゼの指揮下のもと、 ジブラルタルで行われる最初の特別任務のためにラスペツヤから出撃した。9月29日の夕方、ジブラルタル海峡に到着したが、攻撃目標だったイギリス海軍の H 部隊が地中海を離れて大西洋で活動したため、シレは作戦を一時停止し、基地に帰島した。1940年シレはジブラルタル湾を攻撃し、3本のマヤ、 レオ出撃させた。だが出撃したマイアーレは、英国籍タンカー、バーハム号から100メートルのところに立ち往生したため、攻撃は成功しなかった。1941年9月20、チレは、ジブラルタルワンを、再び攻撃し、3隻のタンカーを攻撃、うちフヨナシェルが沈没し、他の2隻のアレフェデンビーデールと、MS ダーラムが損傷した。イタリア海軍はスペインに、 高級的な拠点を作ることを決め、最終的にはアルヘシラスに係留されていたオルテラと呼ばれる船を海軍の破壊工作活動のための高級的な基地に変えた。シレは敵の海域で多くの任務を達成した。これらのうち最も重要なのは1941年12月3日に行われた。シレは3つの人間魚雷を携えてラスペツヤを出港し、 英華海のレイロス島で6名のフロッグマン部隊と合流した。12月19日にはエジプトのアレクサンドリア港沖に到着、マヤ、レ部隊を発進させた。出撃したマヤ、レ部隊は戦艦バリアントと戦艦クイーンエリザベスとタンカー一隻、駆逐艦ジャービスを大破させる戦果を挙げた。1942年8月10日、シレはハイファワンをマヤ、 レ部隊で攻撃する任務を実行中にに、イギリス海軍のトロール船アイラによって、港から約11キロの海域で攻撃され、沈没する前に短時間浮上したが、その際に、第300沿岸砲兵部隊に砲撃されと目を刺された。32メートルの深さにある沈んだ指令の残骸は、人気のダイビングスポットとなり、また、イスラエル国防軍のシャイエテット13部隊の、 訓練場所になった。1984年にイタリア海軍とイスラエル海軍の共同式典が行われ、監視部分は引き上げられ、イタリアに返還された。日本語表記は資料によりまちまちではっきりしない。ありがとうございます。